またツイッターで日本語の質疑応答を行ってみました。私はいつ自分の生きがいを見つけますか来日することで自分の生きがいが見つかるっていうのは幻想だと分かった時、現代日本語を勉強する価値は何ですか完全に絶滅する前に4年間も使えたよって将来自慢できることです。知らないおばあさんの日本語が分からなくて、すいません、もう一度いいですかと聞いてみましたが、 逃げられました逃げられないようにどうしたらいいですかすみませんもう一度いいですかは合っていますただしそういう前に、えー、マスクとサングラスをかける必要があります自分が外国人であることがバレないようにね日本のことわざを教えてくださいことわざことわざ日本にはいろいろなことわざがありますことわざがことわざを知っている人は誰ですかことわざえー 猿でも木から落ちる。日本人って英語以外の言語を学ぼうと思っていますかつまり日本には英語以外の言語を教える教師の需要ってありますかはい、需要が一つあります。なぜとなんでの違いって何ですかこれね、これよくある質問です。違いは、なんでっていう言葉の漢字を決して忘れないけど、 なぜっていう言葉の漢字は頻繁に忘れてしまうということです。日本で本当の友達を作る方法を教えてください。もうか,かなり簡単です。そこら辺のバーとかに行けば普通に友達が作れます。はい、次の、あ、ごめん、本当の友達って言ってたよな。 それはわからんわ。アニメになる方法を教えてください。なるほど。これは、えー、あなたがアニメと現実が違うっていう前提で生きてるからなんですよね。違う。一緒なんですよ。まずはアニメと現実が同じだっていう風に考えて行動してください。抱き枕を買ったり、家族とかもう友達とかの前で、初音ミクの声っていいよなとか、もう大胆に言ったりとかすれば、 あなたも,もう自然にアニメになっていきますよ。いつも振り仮名が書いてあるから、漢字を勉強する必要ってもう本当ないんじゃない私の言っていることって間違ってますか言おうとしていることよくわかります。ただしやっぱりちょっと間違ってますっていうのは、 いつも漢字に振り仮名が書いてあるっていうよりは、漢字自体がカタカナの外来語に変わりつつあるのだと言った方が正確です。ホームステイをしながら言語学校に通うことって効果的ですかええ、言語学校に行かない限りは。日本には、いわゆるエコ団体とかってありますかありますよ。 よく歩道でチラシを配ったり、プラスチックに包まれた名刺を渡したりとかしてます。これを最後の質問にしてください。嫌です。しにくいとしづらいの違いって何ですかこれもかなり簡単です。先に何々しにくいを習うことです。英会話の無限つく読みから抜け出す方法を教えてください。努力を重ねてリネガンを開眼すること。つまり自分の人生に責任を持って母語を話すこと以外に何かスキルを身につけること。 真の転生とか。